こちはいずですそれでは今回なんですけども、ファインペイの新サービスお得まとめということで、今回はファインペイですね。この動画ではそのファインペイで新たなサービスが始まるということと、今月開催されるキャンペーンについてまとめましたので、それについてお伝えします。普段からファインペイやファミリーマートなど利用されている方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは ということで、今回は、ファインペイのサービスの強化と、そしてお得まとめということで、大きくですね、8個に分けてお伝えできればと思います。ちょっと数が多いので、サクサクっとお伝えできればと思うんですが、早速1つ目、ファミペイ翌月払い強化ということで、まあ、もともとですね、ファインペイには翌月払いっていう、すごく便利なサービスがあるんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、使うためには審査があるんですが、もう使った分だけその翌月に払うことができるという、まあ、ちょっとクレジットカードに近いサービスでございます。 現在はですね、そのファインペイの翌月払いが1%還元ということで、通常の0.5%還元と、さらにキャンペーン中で0.5%が上乗せされて、実際にファインペイで1%還元でお買い物ができるっていうキャンペーン中でございます。ここ見てほしいんですが、9月の1日以降は同日から開始するファインペイ翌月払いステップボーナスにて、引き続き本キャンペーンと同様の還元を受けることができますということで、今回はこの部分ですね、ファインペイ翌月払いのステップボーナスというものなんですがそれが、 こちらでございますファイマのアプリファインペイ初のボーナス還元プログラムが9月よりスタートファインペイ翌月払いのご利用で最大5%還元というサービスですねでこちらなんですけども実際に開始するのが9月の1日から開始がされますで今回このシステム自体は大きく2パターンに分かれてるんですがファインペイ翌月払いいつでも最大5%還元のステップボーナスでステップ1の方の場合は通常の1%還元まあ、先ほどお伝えしたこの1% 還元とプラス0.2%そしてステップ2の方は通常の1%プラス4%還元ということですねで今回のファインペイ翌月払いのステップボーナスについてプログラムの概要なんですがファインペイのサービスご契約ご登録状況により ファインペイン翌月払いでお支払いいただいたすべてのご利用に対するファインペインボーナス付与率が最大5%還元となるボーナス還元プログラムを2023年9月の1日より開始いたします。新定上限が決まっておりまして、毎月500円までということですね。 で、本ボーナス還元プログラム開始を記念して、2024年の1月ご利用分までは、なんと進定上限なしということで、これちょっと面白いですよね。で、通常還元1%は先ほどお伝えした通常のファインペイーボーナスの0.5%還元と翌月払いの0.5%、これらを合わせて、まあ、実質1%還元。で、今回はステップ1、2に分かれているわけなんですけども、まずステップ1のファインペイのバーチャルカードのご登録をされている方、そういった方は付与率が0.2%となります。これはおそらくですね、 僕含めて多くの方がですね、登録されてる方いらっしゃるのかなと思うので、まあ、もしですね、付与上限の500円と計算をしてみましょう。500円、丸コとの0.002は、まあ、25万円分ですね、使えば、まあ、1.2%還元しっかりと還元されるということでございます。で、次に、ファインペイのバーチャルカードの登録、プラス、ファインペイローンというサービスの契約をされてる場合、その場合は、ま、4%還元ということですので、 500割るるここことのはととととのいいいううでで円分使えば上限に到達するということでございま,すまあこれはとりあえず500円相当の上限なんですが、2024年の1月のご利用分までは上限ないということですので、まあこれは結構厚いですね。ですけども、ちょっとここ小さく米印2で出ているんですが、お客様ごとにファインペイン翌月払いの最大利用可能額が設定されていますということで、まあこれちょっとわかんないんですけども、ファインペインの翌月払い自体が最大利用可能額が確か10万円までだった まあそこまで、フルでで使われれる場合はそうういいいいったたもありまますすよということとこ覚えていただければと思いますでステップ判定タイミングとして、毎月5日の請求確定時に、その月にお知らい,いただく、ファインペイン翌月払いのご請求金額に対する付与率を決定いたしますと。例えば、10月5日木曜日、ファインペイン翌月払いの請求確定時に、ファインペインバーチャルカードの登録をしている場合は、ステップ1と判定がされると。9月1ヶ月分利用して、5日に判定がされる。なので、僕はすでに翌月払いを登録して、 してるのでまあそらくこの毎月5日には実質。 1.2%還元で翌月払いが使えるということかなと思うので、まあ、普通にクレジットカードで決済していただいてもお得だと思うんですが、まあ、冷静に考えて1.2%還元翌月払いがまあ毎月10万円までしか使えないと考えても全然お得っちゃお得ですよね。で実施期間は9月の1日から始まりまして、9月利用分で支払い金が10月27日から対象。ファインペインボーナスの付与日はファインペイン翌月払い支払い日から1週間以内ということでございます。でこのキャンンペーン自体は特に ですね、エントリーは不要となっておりますので、まあ、自動的に参加できるみたいですね。あとはまあここらもろもろの注意点も読んでいただければと思いまして、まあ、結構ステップなんちゃら的なやつは、ね、他のスマホ決済でもあったりするんですけどもやっぱり独自路線を行くファインペイは個人的にやっぱり注目するスマホ決済の1つかなというふうに思います。なので普段から、ね、翌月払いを利用されている方はバーチャルカードの登録をすれば0.2%サクッと還元率上がっちゃいますので、まあ、今回このタイミングでうまく活用してみても面白いかなというふうに思います。なのでちょっと、ね、楽天ギフト カードのお得ルートとかもちょっと変わってくるかなと思いますんでそれについてはまた随時動画にしようかなという風に思いますというのが一つ目次二つ目こちらファインペイファイマティカードチャージということなんですけども今日ちょっとお知らせが一つ出ておりましてそれがこちらですねファインペイからのお知らせということなんですがファイマティカードファミペイクレジットカードチャージチャージ方法変更のお知らせということなんですけどもそれがこちらなんですが対象カードファイマティカードでファミペイクレジットカードチャージに本人認証サービスを導入されるみたいでセキュリティ強化を目的として 차지시니 認証サービス 3D セキュアを導入させていただきますと、この 3D セキュアっていうのは、クレジットカード利用時に、カード会社から、お客様に送信されるワンタイムパスワードを入力することで、お客様本人のご利用かどうかを確認して、不正利用を防止することができるサービスですということで、正直ね、このチャンネル見ていただいている方であれば、もうご存知な方が多いかと思います。なので、セキュリティが強化されますよということで、で、それに伴って、ここがありますね。オートチャージ機能のサービス終了予定ということで、ファイマティーカードでのオートチャージ機能は終了させていただきます。10月、1月。 1>, 1月中旬ということですねで、このサービスが始まるのは適用日が11月の中旬ということですので普段からオートチャージ利用されている方はしっかりと覚えておいてくださいで、ここからはちょっとお得情報まとめなんですけども丸番アップルペイ、a p p l e Pay Google Pay 20%還元ということでそれがまずこちらなんですけどもファインペイと Google Pay のキャンペーンで街のお店で Google Pay 上限1万円相当20%還元ということなんですが誰でも抽選で500名様にということとファインペイローンの新規契約者はもれなく全員にまあ、20% と還元いいうキャンンペーンでございますでこのキャンペーン自体は8月の1日から始まっておりまして8月31日までで参加するためにはエントリーが必要となりますでキャンペーン内容とすると Google Pay にファミペイカードファインペイのバーチャルカードのことでですねこれを設定して街のお店で g o o d y でお買い物すると期間中にご利用された合計金額の20%相当分の期間限定ファインペイボーナスが付与されるということでございます使う際に気をつけてほしいのはファミリーマートチェーン全店とネットのお店は対象外となりましてあとは Suica のチャージ とか他社の電車マネーチャージ、まあそれらについてはですね、支払いの対象外となります。まあ、キャンペーン対象の店舗とか商品が分かりやすく出ております。なので、ま町、あのお店でクイックペイで決済するというので覚えていただければいいかなと思います。で、このキャンペーンのファインペイーボーナスお振興は10月31日までということでございます。なのでね、普段からファインペイをメイン決済として利用されている方は、まあ当たったらラッキーかなみたいな感じでね、使ってみてはいかがでしょうか。え同様にアップルペイもほぼほぼ同じですね。街のお店でアップルペイ20%還元、上限1万 相当誰でも抽選で500名様でファインペイローンの新規契約者は漏れなく全員に20%還元こちらも8月31日まででエントリーが必要となっておりましてキャンペーン内容とすると Apple Pay にファインマティカードファインペイのバーチャルカードを設定して街のお店でグッペイプラス で、お買い物すると期間中にご利用された合計金額の20%分を期間限定ファインペインボーナスで申請がされるということでございます。こちらもですね、ファミリーマートの全店とネットのお店は対象外ですので、まあこちらの表を見ていただければね、対象のお店であったりとかボーナス還元表分かりやすく出ておりますので、もしね、まあこちらも当たったらラッキーかなみたいな感じで参加してみてはいかがでしょうか。そして期間限定ファインペインボーナスの申請日については10月31日頃ということでございます。というのが3番目。ではどんどん行きましょう。次40%増量 &40% パーセント還元ととととといいいいいうううことでここここでででででれれ結構面白いんすすよそそがちちららございままままお値段そのままでかくてうまい40%増量作戦ね第1弾、第2弾、第3弾があるみたいなんですけども、ま簡単に言うと、いつもの商品がめっちゃでかくなってるんですよ。例えばこのファミチキとかですね、通常こちらなんですけども、増量商品でめっちゃでかいんですよ。税込220円でこのでかいのが購入できると、これ8月の8日からですね。で、次、お菓子のジャンルだとこちら、深入りピーナッツのピーナッツチョコ、税込118円で、 上であればこちらなんですけども増量商品として 75g が 105g って結構パンパンになってますねこちらは8月の1日からということでもう販売がされてるみたいですねであとはこのシミチョココーンこちらね同じ値段なんですけども118円で40%増量とこちら8月1日これも販売されておりますねあとチョコビスケットあこれめっちゃ僕好きだったんですよ高校生ぐらいの時とかいっぱい買ってた覚えがあるんですけどもこのチョコビスケット税込み118円なんですけどもこれが40%増量とやばいっすねこれもねこれも販売されてるみたいですね他にもこのエンドウ スナックの40%増量も始まってるあとはこのチーズスナックの40%増量こちらも8月の1日から始まってるぞ。次にお惣菜ということなんですけどお弁当とかそんな感じだと思うんですがタルタルチキンナンバーのお弁当は468円でめっちゃ増えてますね40%これも販売されてるみたいですこれ8月7日までですね次にシューマイ甘酢肉団子468円これは8月8日からですねこれ撮影しながらお腹空きますねっていう感じで今出てるような商品たちがですねとにかく同じでな で40%増量っていう結構悪魔的なキャンペーンが開催されてるわけなんですけどもさらにここからですね僕先ほど40%増量と40%還元ということをお伝えしたと思うんですがそれがこちらなんですけどもファイマのアプリファインペイ限定40%増量商品を買うと抽選で4万名様に40%相当のファインペイボーナスが還元されるっていうキャンペーンが開催されておりますちょっとこれ見るとほんと悪魔的ですね買わざるを得なくなってきますよね値段そのままでかくてうまい40%増量 40増量商品ののの購入金額の40のファインペイボーナスが還元されるとといいうことでございま,すまあ、確実に還元されるわけではないんですけども、まあ、普段からファインペイを使っている、さらにファミリーマートを使っている方は全然ありですよね。で、新定上限は期間中合計で1000円までということ。なので、1000円割ることの0.4なので、まあ、2500円分ですね、先ほどのこの40%増量の商品を購入すると、まあ、当たったら1000円相当まで付与がされるということですね。で、下記の増量商品が 対象となりますということで先ほど申し上げたようなですね商品がこの中にずらりと入っておりますなので普段からですねファミリーマート使っている方そしてファインペイ使っている方はこれらで決済するともしかすると40%還元されるかもしれないということですねで新定義なんですけども9月30日頃に付与がされるということですのでもし当たってたらここに入ってくるかもしれないということでございますにしても結構このキャンペーンえげつないですね他のコンビニとかもですねたまに増量キャンペーンもあったりすると思うんですがまさかここで40%上乗せな 次、ね、5つ目,5つ目は、ファインペイ払いで最大1000円相当ということなんですけども、それがこちらなんですけども、ちょいちょいこういったキャンペーン開催されてるんですが、ファインペイ払いするとゲームに挑戦できる2回に1回の確率で最大1000円相当が当たるというキャンペーンですね。で、キャンペーン自体は8月31日まで開催中で、キャンペーン内容は期間中にファミリーマートでファインマのアプリのバーコードをスキャンして、1円以上のファインペイ払いをすると、1回のファインペイ払いごとに1回分のゲームを ゲーム挑戦権を申請しますと。ゲームに挑戦すると2回に1回の確率で最大1000円相当の期間限定ファインペイボーナスが申請されます。おゲーム挑戦権には有効期限がございますということで。まあ、流れとするとこんな感じでエントリーは特に必要なくてですね、とりあえずファミリーマートでファインペイ払いをする。で、1円以上の利用で、まあ、対象外の商品とかサービスはありますので、ま出てるようなこういったものがですね、キャンペーンの対象外となります。一応ポサカードとかはですね、対象外となります。で、そこからファインマのアプリのファインペイのチャンスっていうタブがですね、あるので、そこ ここからですね、このバナーが出てくるので、あと1回挑戦できますよとか、こういったのが出てるんで、ここからですね、タップすればゲームに参加することができまして、得点をゲットできるということでございます。で、こんな順で5等1円相当、4等20円、3等100円、2等500円、そして1等が1000円相当ということですので、先ほどの40%増量、40%還元に乗っかって、とりあえずバーコードを提示するかと思いますので、これもね、おそらくね、参加できるかと思うので、全部合わせてね、参加してみても結構面白いのかなと思います。 で、このキャンペーン自体はもう毎月開催ということなんですけども、場合によっては早く終わる場合もありますよと。新定義はゲーム当選後に即時新定がされるということでね、僕はこのキャンペーンに参加しても大体1円ぐらいしか当たったことはないんですけども、まあ、これはとりあえず当たったら楽器かなみたいな感じでね、ゲーム感覚で楽しんでみましょう。次6つ目は、ファインペイアプリ最大10万円ということで、それがこちらでございます。ファインマのアプリ、ファインペイ限定で8月の毎日挑戦ボーリングゲーム最大10万円相当が当たるというキャンペーンで、この系のキャンペーン個人的にめちゃくちゃ好きな 毎日のポイカツルーティーンみたいな感じでやっちゃってるんですけども、こちらのキャンペーン8月いっぱいまで開催中で、1日1回ゲームに挑戦できまして、当たりが出たら最大10万円相当のファインペイーボーナスが当たるチャンスと、先ほどお伝えしたチャンスっていうタブがあるので、そこからゲームに参加することができまして、得点とすると、1等から4等まであって、4等1円、3等100円、2等1万円、そして1等が10万円ということでね、それにしても結構ね、4等の数がめちゃめちゃ多いとは思うんですけども、いや、せめてね、ここら辺、僕100円でも当たってもめちゃくちゃテンション上がるんで ですが過去ね一度確かボーリングで100円当たったことがあるんですけども以前動画で言ったかもしれないんですがいやここら辺もぜひ当ててみたいですよねなのでここら辺もですねぜひ毎日のポイカツルーティーンとかで簡単に参加することができますのでサクッとやっちゃいましょうであと7番目はちょっとおさらいなんですけどもファインペイ DMM ポイント1000円ということでそれがこちらですねファインペイで DMM ポイントを1000円以上チャージすると漏れなく1000円分ということでこちらのキャンペーンは簡単に言うと期間中にファインペイを利用して DMM ポイントを1000円以上チャージした方に漏れなく1000円分の DMM ポイントをプレゼントと なので、まあ、実際に2000円分ですね、まあ、使えるという感じになるかなと思いまして、まあ、使う方かなり限られてくるとは思うんですが、前回ですね、この動画をアップした時に結構コメント欄で男性陣の方がね、おそらく多いかなと思いまして、おそらくま、男性陣はあれに使うであろうなっていう風に僕はちょっと動画で濁したんですけども、もうおそらくね、あれに使う方が多いかと思うんで、もうぜひそれに使ってください。あれが、それが何か気になる方はですね、ご想像にお任せします。にしても結構1000円分のポイントって結構熱いですよね。そして最後8個目こちらですね、毎月4 4の付く日、5と0の付く日ということで、まあこちらリマインドになるんですけども、まず4の付く日、毎月4、14、24の日は EC の日、ネットでお得にお買い物、毎月4の付く日のファインペイカード、ファインペイバーチャルカードご利用合計分に対してプラス4%還元というキャンペーンで、こちらもね、何ヶ月か前に始まって、8月も開催されるということでございます。で、新定上限500円相当までということで、例えば Amazon でファインペイバーチャルカードで決済したりとか、楽天市場とかヨドバシカメラとか、まあ、ファインペイバーチャルカードで決済すれば基本的に に、ま、はあ、4%還元されますよということですねで。このキャンペーン毎月エントリーが必要となっておりますので参加する際はエントリーをしましょう。一応こちらリマインドになるんですがキャンペーン対象外のご利用分としてですね、今出てるのはワオンチャージ、ナノコチャージ、スイカチャージ、パスモチャージ、イデアビオンさん、A.N.P. チャージ、イコカチャージ、そしてありがとうバンクチャージ、8ペイチャージ。まあ、こういったものはですね残念ながらキャンペーンの対象外となりますので、まあ、利用する際は気をつけてください。まあ、m a z o n でお買い物するもいいですし、Amazon ギフトカードの購入するとかまあそういった感じでもいいかなと思います。でそれが4のつく で、久しぶりにこちらも紹介するんですけども、こちらもね、結構長く開催されてるんですけども、5と0の付く日のファインペイ払いで購入するとお得ということで、ポサカードのキャンペーンですね。今出てるようなこういったアップルギフトカードとか Google プレイとか、これらのね、ポサカード。ま、この楽天ギフトカードは除くんですけども、Amazon ギフトカードであったりとか、ま、ティーマネギフトとか、バニラビザギフトカード。ま、こういったのがですね、先ほどの5と0の付く日に購入すると1.5%還元がされます。一応、新定上限とかも決まってはいるんですけども、ま、先ほどの翌月払いと合わせてね、購入するも と思いいますすしアップルギフトカーードのの残高のチャージをさされてる方方とかそういった方は良さそううったは良ですよねちなみにですね、アップルギフトカードといえば、こちらのキャンペーンも実は開催されておりまして、買いのアプリファインペイをレジでスキャンして、アップルギフトカードを累計5000以上購入し、専用サイトから応募すると、最大5%分のギフティーボックスセレクトっていうのがですね、もらえちゃいます。こちらのキャンペーン自体は、8月の13日まで対象期間で、応募締め切りが8月14日までということですんで、参加できそうな方は、まあ、これに参加してみてもいいかなと思います。っていう感じで、 ざざっくりと8個でございましたまあ、そんなこのね、今回は、ハインペの新サービスお得まとめということで、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、先ほどお伝えしたね、翌月払いについてなんですけども、まあ、僕自身は、とりあえず、バーチャルカードについてはもうすでに登録しているので、まあ、うまくいけばですね、まあ、実質1.2%還元で、翌月払いが使えるということではありますので、普通に考えても結構あの方法は結構お得なのかなというふうには思うんですよね。まあ、普段からね、楽天ギフトカードとかのポサカードを購入されている方とか、翌月払いって実際にる方とか、 使い慣れるとめちゃくちゃ楽なので、使ったら勝手にね。あとは銀行口座から引き落としがされるだけなんでまあ、それになれるといちいちチャージとかしなくていいのでめっちゃ便利なんですよね。僕の場合、ここ最近は jcb のクレジットカードと apple pay で、それぞれ2万円ずつチャージをして4万円残りを翌月払いでね。使うっていうことが最近多かったりするので、それを含めてもやっぱり翌月払いってすごく便利だなっていう風に思うところではあります。で、今回ね。動画内で参照させていただいたリンクについては、それぞれ概要欄に貼っておきますので、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。 ということで本日動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました